人になってしまった時に、実は子供からちょっとお金をパンにマーマイトかけて終わりっていう子がいたので。Hey guys and girls on Ask Japanese. I met two girls who have studied abroad. So they left Japan and the safety of their homes to study in a foreign country. And these are the stories they're gonna tell us. So let's go and Ask Japanese. Taria, 実は留学したことあるということなので、ちょっと留学についていろいろ聞きたいと思います。まずどこに留学してたんですか？私はウェールズに1年留学してました。おお、イギリスのウェールズ。私はイギリスのリーズに留学していたことがあります。教育大学に行っていたことがあります。おー、教育大学とウェールズで何を習ったんですか？私もウェールズでバイリンガル教育を中心に、勉強してました。おー、でどのぐらい2人とも海外に行ったんですか？私は、大学時代は全く海外に行ってなくて、留学をきっかけに初めて大学時代では行きました。10ヶ月です。ほぼ1年間じゃないですか？はい、私はイギリスのリーズには3週間だけ留学していました。まず留学のきっかけを詳しく教えてください。まずイギリスという国が私の憧れであった国で、その両親が新婚旅行に行ったのがイギリスっていうのをきっかけで、イギリスに注目するようになって、その文化、ファッションですとか、アフタヌーンティーが素敵だなっていう、そういういろいろな文化に憧れてイギリスにしました。なんでウェールズですか？はそのウェールズっていう国が、その私の出身のと似たようなすごい静かで暖かい環境っていうのがあって、そのウェールズだったら静かに勉強できるかなと思って。きっかけ、私はもともと日本の小学校の先生になりたくて、でその小学校の先生になる上に、今の時代は英語も教えなきゃいけないんですけれども、その英語の力も教える力もどちらも伸ばすためには、海外に行って学ぶ必要があると思って、その大学のプログラムであったリーズへの留学というのがあったので参加をしました。じゃあもう未来を見えてそこを選んだんですね。そうですね。ウェールズは英語だけじゃないですよね？はい、もちろんです。ウェールズ語があるので、それをどうやって対応しましたか？はその授業中、ディスカッションが急にウェールズ語に変わったりしたことがあったので、その時はさっきなんて言ってたのっていうふうに英語で聞いたら、優しい、みんなクラスメート優しかったので、こういうこと言う話したよっていうふうに教えてくれたので、そこはあんまり驚くことあっても困ることはありませんでした。今驚くと困るの話だったので、イギリスに留学してびっくりしたこと、驚いたこと、困ったこと、全部ぜひ教えてください。お料理をするときに、お肉がステーキ肉しか売ってなくて、薄切り肉が置いてないので、日本食作りたいなって思っても、その何でしょう、例えば牛丼とか生姜焼きとか作るのが大変でした。確かに肉が分厚くて、その日本でよくある薄いサイズないですよね。はい、リーズに近いヨークに観光で3週間のうちに行ったのですが、そのうちに友達と少しはぐれてしまって一人になってしまった時に、実は子供からちょっとお金を取られてしまいました。盗まれたって感じですか？子供たち2人に声をかけられて、宿題のお手伝いをしてほしいと頼まれて、自分の名前を書いてしまったんです。そしたらそこでちょっとお金を要求されてしまって、でどうしようもなくて、ちょっとだけ多分5ポンドぐらいだったと思うんですけど、あげて逃げました。おー、あ、じゃあ盗まれたじゃないけど、ちょっとなんかトリックされたみたいな。そうですね、トリックですね。そういうのは日本にはないですもんね。ないのでちょっとびっくりしました。じゃあ頑張って英語をそこで勉強したと思うんですけど、その英語に困ったこととかあったんですかね？そうですね、ディスカッション中に学生が話すのがすっごく早くって、最初のうちはもうついていけなくて買ったのはとても困ったことでした。どれぐらいから、何ヶ月からちょっとついていけるようになったんですか？半年ぐらい経ってからでしょうか。だいぶ時間はかかりました。でもその急にハッみたいな、半年経ったらどうやって気づいたんですか？質問に返せるようになった時が、あ、私聞けるようになったんだなっていう一つのポイントになりました。おー、ひらめいた瞬間みたいな。はい、私はもともと英語がそれほど話せる力がなくて、3週間のうちはホームステイをさせていただいたんですけれども、そこのホームステイ先のご家族がお母さん1人だけだったので、1対1でお話をしていました。でそこで
やはりどうしても楽しい会話をしたいのに今まで経験がないものですから、なんかもどかしい、話せなくてもどかしいという気持ちはありました。留学行く前の準備とかは何しましたか？とにかく英語の勉強をいっぱいすることが一番の準備だと思います。英語の特に日常会話で使えそうなフレーズとかは覚えた方がいいなというふうに思います。自分がそこの現地で暮らしていくイメージは初めての人は持ちにくいと思うんですけれども、挨拶からでもいいし、例えばお願いする時のフレーズでもいいし、何か身近な英語から勉強していくともっと役に立つのかなというふうに思います。じゃあイギリス人もしくはウェールズ人のと日本人の違いは何ですか？私はあまり感じることはなんか似てるなって思ってあまり感じなかったんですけど、背が高いってことですかね。さっき言ってくれたみたいに日本人と少し似てるところがあるかもしれないなっていうふうに思います。少しシャイなのかはわからないんですけど、あまり表立って何かを発信したりするよりかは上品というかこう控えめなところも少しあるのかなというふうには感じました。カルチャーショックを感じたことはありますか？何だったんですか？食事が一番私の中では大きくって、やはり日本でその包丁でたくさん切って火を通してっていうのが多いと思うんですけど、まあ、その友達だけかもしれないんですけど、毎晩ピザを頼むかパンにマーマイトかけて終わりっていう子がいたので、それに関してそのキッチンの使う量が違うなっていう点で少しショックを感じました。あ、日本ではもうちゃんと料理しましょうの文化が強いってことですかね、はい、っていうかイギリスで塩があんま使われてないじゃないですか。それも感じました？そうですね、なんか全体的に味が薄いなっていうのは思いました。毎日お風呂に浸かるのが好きなんですけれども、ホームステイ先は確かバスタブはあったのですが、ホームステイ先のお母さんがあまり使っていないこともあって遠慮して入れなかったのがちょっと日本に帰って一番最初にしたこと、それともイギリスでずっと日本に帰って楽しみにしたことは？唐揚げを食べることです。おー、なんで唐揚げですか？ずっと大好物で唐揚げのない生活は考えられなくって、それでも何でしょう、私が作るとなぜか美味しくならなかったので、あやはりその母に作ってもらう唐揚げがもう楽しみで楽しみで仕方なかったです。母に頼んでちょっと帰った日には唐揚げお願いみたいな。はい。おお。そしてその味は？はもう美味しくて涙が出ました。あー、いいですよね。私はもう大好きなお風呂に浸かりました。やったことではないんですけど、帰国して日本の空港に着いた時になぜかわからないんですけど、その空港がちょっと醤油っぽい匂いがしたので、すごくそばが食べたくなりました。あ、日本だなみたいな、日本を感じましたね。これから留学したい人に何かアドバイスとかありますか？そうですね、その国の魅力っていうのをたくさん調べて現地で感じることがいいかなと思うので、たくさんその国のこととかその言語を調べることが大事だと思います。前の準備が大切？はい。どうやって調べてるんですか？そうですね、インターネットですとか、あとはその現地に行ったことがある友達とか、あとは留学生、学校大学とかで一緒にいる留学生とかにも行くんだけどっていう風にして聞いてとか、いろいろな手段を使って調べました。そうですね、もし留学とか、まあ、観光も含めてその人のモチベーションだったり、もう興味のある国とかそういうところが自分の中でしっかりしてれば、なんだろうな、問題はないというか、モチベーションさえ、やる気さえあればどこに行ってもその人は生きられるのかなとは思います。英語とかそういう言葉の面では実際に現地に行って学ぶこともいっぱいあるだろうし、言葉を学ぶよりかはその文化の違いとかを学んでおいて、あとはやる気さえ持っていけば大丈夫だと思います。自分が今見てる人は外国人で、日本人の留学生が来た場合になんかそれをしてくださいとか、それやってくれたらきっとその留学生が喜ぶだなとか、何かありますか？まずは留学生って一人だと思うので、話しかけてもらうだけでも十分救いになると思うので、ぜひ話しかけてほしいなと思います。話しかけましょう。日本人は、まあ、お国柄もあるかもしれないんですけど、なかなか自分から勇気を持って発信することができないので、でも思いは発信したいという思いは持っているので、ぜひたくさん話しかけてもらえたら日本人も前に出れるかなというふうに思います。将来の夢は？英語を通してその
日本人の子どもたちがもっと英語を好きになってもらうこと、そして私自身も英語を通して世界にいろんなことを発信できる人間になりたいなと思っています。これ素敵な夢です。どうですか、将来の夢は？英語の楽しさを伝えられる小学校の先生になりたいです。応援してます、2人とも。ありがとうございます。じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。ありがとうございます。Is there any advice you can give to students studying abroad? If you have, please leave it in the comments down below. Maybe you are a student who's going abroad soon. In that case, maybe share your comments and your worries down below so maybe other people can help you. I hope you enjoyed this video. There's more content about Japan and studying and similar things like that on the Ask Japanese channel, so be sure to be subscribed for future stuff and give us a like so we can continue making these videos for you. I hope you have a great day and I'll catch you soon on Ask Japanese. Bye! Bye!